僕映画の3分の1くらい、ふんどし姿です、と明かす。なにわ男子の長尾健守が11日、都内で行われた映画、室町ブライ、来年1月17日公開、の制作発表会見に出席した。自らの力で時代を切り開いた、ブライ、たちを書いた歴史小説、室町ブライ、書、垣根涼介、新潮文庫、を実写映画化、応仁の乱、千夜の京を舞台に、日本史上初めて武士階級として一揆を起こす人物、蓮田豹へと彼のもとに集結したアウトローたちの知られざる戦いをドラマチックに書く。バル、長尾が演じるのは、蓮田豹へ、大泉洋、と出会って超人的な棒術を身につける天涯孤独の少年、才蔵。今回の映画でたくさん新しいことに挑戦しました。映画の中で豹へにたくさん磨きをかけてもらったし、実際に大泉さんにも磨きをかけてもらって、人として成長できた、と胸を張った。本作では、棒術、のアクションに初挑戦、驚きが多かったです。刀を振るう系だと思っていたら棒っていう稀に見る武器で、刀じゃないんだ、って。棒は6尺あるので長くて難しかった。いろんな振り方があって、稽古初日から500本振って泣きそうになった、と苦労を明かした。また共演した大泉が、ふんどし一丁で永遠稽古させられていた、と明かされると、そうなんですよ。僕映画の3分の1くらい、ふんどし姿です、と紹介。さらに大泉が、ちょっと長尾くんのあれが見えちゃっているかもな、といじると、大泉さんやめてください。かっこいい映画です、と大泉の暴走を必死に止めていた。会見にはその他、松本若菜、北村一輝、江本明、堤真一、入江優監督も参加した。